幼児イエスに王冠を渡す聖ヨドクスマリッツ・シュラクターによる聖ヨドクスの教像、ラーベンスブルクの聖クリスティーナ教区教会マイスター、フォン・メスキルヒによる聖ヨドクスの描写、メスキルヒの聖マルティン教会の旧脇祭壇の翼部、聖ヨドクスは、修道院の創設者、忍者、巡礼者、ヨドク、ヨスト、ヨースト、ヨース、ジョス、ジョイスなどとも呼ばれる。七世紀に、今日の北、 フランスに住んでいた。カトリック教会で聖人として崇敬されている。ヨドックスは王公の末裔として600年あるいは610年頃、ブルターニュのゲイルで生まれた。ブルトン王ジュサルの息子で、聖ユディカエルの兄弟であった。640年頃に世俗の統治権を放棄したと言われており、ポンティユー,ーハイモンの下で司祭を務めた。忍者として8年間ブロックで過ごし、 652年から13年間、ピカルディのラニアックで司祭をしていた。665年にラニアックに創設した忍者の家は、後のサンジョスシュルメールのベネディクト会修道院の石杖となった。後年にローマへ巡礼し、帰郷の後忍者としてラニアックなどで過ごしたとされる。ヨドクスは670年頃に亡くなった。 669年に没したとされることが多いが668年あるいは675年とも伝えられる。ヨドックスの生涯について800年過ぎにはすでに筆者不明の文書が伝えられている。最古の筆者不明の電気は2つの写本に保存されている。聖ヨドクス数系はベネディクト会の祈祷兄弟会を通じて早くからドイツ語圏にも達した。 例えばトリーヤのザンクト・マクシミン修道院、848年に、殉教社殿を書き上げたヴァンダルベルトのいた、プリュム修道院、そしてバルバーベルクへ至った。旧世紀初期に、ヨドクスの亡骸はイギリスへたどり着き、少なくとも数十年後に、ウィンチェスターのハイド修道院で再発見されたと、されており、977年7月25日に、サンジョスシュルメールに移された。 そのためサンジョスは巡礼地となり12から13世紀まで最も重要なヨーロッパの巡礼目的地の一つだった。巡礼についてはフーゴフォン・トリムベルクが1296年から1313 13年に書いた序子誌レナーの中で言及されている。最も知られた中世の民衆本13世紀にヤコブスでォラギネが まとめた黄金伝説の付録にも聖ヨドクスの記述が見られる。聖ヤコブやミラノ・ニコラオスのように巡礼者、旅人そして船乗りの守護聖人とみなされているほか、聖ロクスと同じく熱病やペストに対する救援者とされる。またパン焼き職人、盲人や病人の守護聖人とも言われている。巡礼路沿いの教会や礼拝堂、特に病院は、 しばしば聖ヨドクスの名前で性別された。彼の名前は、ザンクトヨプスと、ザンクトヨスト、ザンクトヨドク、ヨプスとヨストベルクなど多くの地名に用いられている。ヨドクス教会があるインメンしたアトアムボーデン勢の紋章は、聖ヤコブの会と聖ヨドクスの持ち物である巡礼者の杖と王冠からなる。歴史的な貨物船レディーネの模造船の名前、 ストリート、ジョドックも船乗りの守護聖人であり土地の守護聖人のヨドクスにちなんだものである。宗教改革の時代までオーディスハイムとシュティンシュテットの間の出現にザンクとヨースと礼拝堂があった。北ヨーロッパの大部分から巡礼者たちがこの礼拝堂を訪れた。そのためシュティンシュテットは聖ヨドクスを文章に取り入れている。 ランゲンフェルトのザンクトヨスと巡礼礼拝堂への巡礼は今も残っている。テンネソベルクでは1796年の西岸以来毎年7月の第4日曜日にザンクトヨードクリットが行われている。ザンクトヨードクリットはバイエルンで2番目に大きな馬の巡礼である。シュルンスでは教会の守護聖人で町公設第三手術のガウデーテに 聖人の祝日が祝われている。祝日の礼拝の後に、教会広場で大きなマーケットが開かれる。教区教会の大祭壇の下の箱の中に、聖ヨドクスの聖遺物が収められている。聖ヨドクスの記念日は12月13日である。ヨドクスは芸術作品の中で、忍者、死祭あるいは巡礼者として描かれる。ほぼ常に描かれる足元の王冠は、 冒険の放棄を示している。杖を地面に突き刺し、そこから泉が湧いている描写も見られる。アントン・ブルックナーは1855年にカンタータ、ストリート、ジョドック、シュプロース・アオスエドロム・ストムを作曲した。ありがとうございます。